皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。静岡県の学校情報として、今回は裾野市にあります富士精神女子学院の説明会とワークショップ、これ一般の方向けのやつですね、こちらのお知らせをします。この説明会とワークショップ、ホームページからの事前予約が必要になっています。それからもう一つ、お子さん一人について保護者の方一人と、こういう、ちょっと今回は制限があります。さて日時です。令和4年9月23日、これ金曜日で祝日になっています。時間は9時40分から12時、校内の宿舎の案内とか授業の見学、こちらは9時40分からになっています。こちらを希望する方は受付を9時40分より前に済ませてくださいと、こうなっていました。それから説明会は10時30分からです。説明会の内容、こちらは教育理念、富士精神の教育と学校生活、寄宿舎などの説明、グローバル体験、こちらは在校生のスピーチ、これがあるそうです。そして2023年度の入試について、ワークショップ、こちらは小学校4年生から小学校6年生までが対象で、内容は点字の体験、フランス語、そしてロザリオ作り、こうなっています。中学生の方は在校生の話と AO 入試についてのお話があります。この富士精神女子学院、自然がいっぱいの中に立っている学校です。駐車スペース、とても広いのでたくさんあるんですね。ですから、車でこの説明会ワークショップ参加して大丈夫です。駐車場は十分あります。それからスクールバス、こちらも三島駅の北口から出すそうです。三島駅北口を9時5分発、これ有料です。大人は440円、お子さんが220円、このような料金がかかります。今回は富士精神女子学院の説明会とワークショップ、一般の方向けのものですね、これを紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。